藤子 F 藤、藤士尾、子 F 藤、藤士尾、富子 F 藤、藤尾、本名、藤本博志1933年、昭和8年12月1日から1996年、平成8年9月23日は、日本の漫画家、脚本家。富山県高岡市、上塚町出身。富山県立高岡工芸高等学校電気科卒。 隣接の秘密出身のアビコ元を藤子不二雄と共に藤子不二雄としてコンビを組み数多くの作品を発表自動漫画の新時代を築き第一人者となる代表作はドラえもん、パーマン、キテレツ、大百科、エスパーマビ、21エモンなど氏名の間にある F は本名藤本の頭文字である1951年 昭和26年、アビコと共に、毎日小学生新聞に投稿した、天使の玉ジャンが採用され、共に17歳にして、漫画家デビューを果たす。製菓会社に就職するが、作業中の不意の事故により、漫画が描けなくなることを恐れ3日で退社した。そして自宅で漫画の執筆に専念し、休日は、新聞社で働いていたアビコと合作した。その2年後、 アビコを無理やり誘って上京し、藤子藤代の合作ペンネームでプロ漫画家としての活動を始める。二人は博学博識で、そこから生まれるユニークかつユーモアあふれるアイディアは、数知れず、低年齢の子供向け作品を中心として、お化けの九太郎、パーマン、ドラえもんなどの国民的な大ヒット作をいくつも生み出した二人のデュオとしての活動の詳細については、 藤子藤尾の略歴を参照。1988年、昭和63年にコンビを解消し、藤本は藤子藤尾として活動を始めたが、約1年後、時はそうの仲間だった石森章太郎の助言によって藤子 F、藤尾に改名した。後年になるに従って、大人向けのダークな作風が強くなっていった阿弥子とやや異なり、藤本は、 SF ものなど時折、大人向きの作品を手掛けながらも、ドラえもんを中心とした子供向け作品をメインに、漫画の執筆を続けた。子供向け作品を手掛けるその手腕の鮮やかさは、子供たちの夢と願望を心憎いばかりに視覚化すると評されるように極めて高い評価を得ており、没後も子供漫画の名手としてのその名声は、揺らいでいない。愛用していた鉛筆は、三菱ユニの B。 ペン先はゼブラのカブラペン。整理された画面構成を好み、不必要な線が入りすぎることを嫌った。作品を単行本化する際、過失修正、削除を行い、より完成度を高めるようにしている。第二次世界大戦中に小学校時代を過ごした世代であり、第二次大戦終結、1945年9月2日、当時は国民学校、 現、小学校六年生であった。したがって、兵器、軍事、クーデター、革命などに関する作品も多くある。兵器に関しては、子供が憧れる格好いいものと描いている描写、スネ夫のセリフなどがあるが、戦争自体への考えは世代に関係なく一貫して、虚しいもの、恐るべきもの、愚かしい行為として描いている。また、ドラえもん初期には、 第二次世界大戦に関するエピソードがいくつか見受けられる疎開先での児童生活の辛さを描いた白百合のような女の子上野動物園での動物の殺処分について触れた象とおじさんなど1979年発表 TP 本戦場の美少女では主人公たちが特攻隊員に歴史鑑賞をしている1980年発表の短編 超兵器が1号では第二次世界大戦に日本が勝利する世界を描いている。ドラえもんなど SF 色、特にタイムトラベルを描いた内容の強い作品の多さなどからわかる通り SF に対しての関心も強かった。SF 短編などには名作 SF からの影響や引用が参見できる。スターウォーズが公開され大ブームになった時期にはドラえもんの各所に スターウォーズにちなんだネタを数多く登場させたパロディとして描いた天井、裏の空戦争、姫はアーレ4かな、ロボットは R3D3、敵はアカンベーダーの話の他にもリザーブマシンで撮った映画の席がスタージョーズであるなど、SF 短編ではある日と裏町裏通り名画館にスターウォーズのパロディ劇中劇がある。大ヒットした映画。 南極物語を本来の南極に住んでいた野生動物の立場から自作の中で案に避難し、裏町裏通りメガ館、大長編ドラえもんでも環境保護を早期から唱えていたのび太とアニマル惑星。子供による現実と自作の作品世界が混同した無邪気な質問に対しては夢を壊さないような答えを返している。いかに例を列挙する。 作中に登場する女の子には強いこだわりがあり、女の子が登場しただけで単行本に収録する際、過失修正を何重にも行うこともある。21エモンでのルナ登場シーンや、エスパーマビのヌードシーンなど、特にドラエモンのアニメ化の際、静かについての作画には多く注文した。自作のアニメーション化の制作には、細かいチェックや要望などは特に行わなかったと、 されている。ただ静かについては特別なこだわりを持っていたらしく、絵や性格などに注文を出す時がある。また、元新映動画社長の久す三吉んは、映画、ドラえもん公開後のミーティングでも決まって、面白かったですねとしか言わなかったが、新映動画版、ドラえもんが始まって、少し経った頃に、私のキャラクターでお願いしますと言われたことと、ドラえもんのび太の大魔境完成後に、 作品の出来はいいと思うが、私の世界を理解していただいていない。監督を変えてもらえないかと言われたことの二度、いずれもくすべとの差し向かい、アニメ版の内容について叱られたと記している。武田哲也の歌にもこだわりを持っていたらしく、映画大長編のエンディングテーマをずっと担当していた武田の交番を制作側から持ちかけられた時には強く拒絶したことが、ドラえもん大全集にて、 武田本人により明かされている。最初の映画、ドラえもんのび太の恐竜に客が入るのか不安で、公開前日に映画館の向かいのホテルに宿を取ったと、大山信夫は記している。晩年、小学館の児童向け学習雑誌や、コロ,コロコロコミックなどに作品が掲載される際には、漫画の王様というクレジットがあった。初の専属アシスタントとして、 マイッチングマチコ先生で知られる海老原武士がいる。麦わら慎太郎、萩原慎一もアシスタントとして晩年の藤本を支え、一緒に劇を見たり途中で蕎麦を食べるなどとかなり親密な関係だった。また、麦わらが描いた漫画に細かい部分まで指導を行ったり、ドラえもん単行本の表紙を任せるなど、更新としても目をかけていた。ドラえもんのジャシュが、 あだ名のままで本名が明かされなかったのは、ジャイ氏の本名を明かすと同じ名前の女の子が、学校でいじめられるかもしれないと配慮したためである。これは、藤子の死後、2006年2月19日放送のテレビ、朝日系、ドラえもん誕生物語藤子、F、藤尾からの手紙にて、関係者が告白したことにより初めて明らかになった、もので、それまでは、藤子は、 ジャイシの本名はそのうち漫画の中で書きますよと答えていたが結局書かれることがなかっただけと説明されていた。藤子は生前友達の女の子をジャイシと呼ぶのはやめましょうと語っていた。骨川、スネオの弟スネツグは連載初期には登場させていたものの次第に藤子がスネツグの存在を忘れてしまいスネオは一人っ子と設定された。苦肉の作として スネオに弟はいるが養子に出たというエピソードが描かれている。ガチャコが何の伏線もなく登場しなくなった理由は、ガチャコがいると焦点が分裂して、全く違った性格の漫画になってしまうのです。ガチャコはいなかったことになりましたと、藤子自ら公式に存在を抹消している。藤子藤雄の作品、漫画道にも、その時の描写がある。デビュー後も、 社交的でテレビ出演やエッセイ執筆、ゴルフなどもこなすアビコトは、対照的にコツコツと漫画執筆に先進していた。ゴルフは、個人的にたしなんでいたが、自他ともに認めるかなりの、下手の横好きである。晩年に執筆した作品の、未来の思い出ではゴルフが下手くそな自身をモデルにした、南度正人が、藤子、F、藤尾、名前だけの登場の方が下手だぞ。 と話す場面がある。酒は全く飲めなかった。この点について、楠すべ吉んは、遠赤の場では、お互い緊張することになったと述べている。しかし本人によると、おとなしくて真面目で体が弱かった藤本は、小学校時代に壮絶ないじめに遭い、番長角の少年から、似顔絵を評価されるまでずっと抜け出せず、その時の気持ちが、作品に反映されているという。 ベレー帽とパイプがトレードマークであり、作中に登場する本人の似顔絵にも描かれている。ベレー帽を被るきっかけを作った人物は、同じくベレー帽をトレードマークとする手塚治ではなく、相棒の阿ビ子である。ある日、阿ビ子は知り合いからベレー帽をもらったが、あまり被る気にはならなかったため、それをそのまま藤本に譲った。以来彼のトレードマークになった。なお藤本は、 アビコの方がオシャレだから、僕より似合ったはずと思っていたそうである。パイプについては、ガンを発症した晩年に、医者から禁煙を命じられ、禁煙パイプを使っていたこともあった。野球好きで、近鉄バファローズファンであった、小学4年生1971年、昭和46年1月号で読者の質問に、回答。また鉄道ファンでもあり、鉄道模型が、趣味の一つ。 1983年、昭和58年には、テレビ番組、ドラえもんヨーロッパ鉄道の旅に、キャラクターと共演している。また、鉄道、鉄道模型、SL 等を題材にした作品も多数存在する、SF 短編、四畳半 SL 旅行、ドラえもん、SL 煙突、のびたの模型鉄道、天の川鉄道乗車券、ポコニャン、ダイナミック模型鉄道など、 喫煙者で自身のイラストや写真ではではたびたびパイプを加えている。カメラ撮影やジオラマ制作なども趣味であり、ドラえもんの秘密道具には数多くのカメラが登場するほか、ジオラマ制作について事細かに極意を解いたマニアックな話も登場する。藤本は秘密道具のアイディアをひねり出すヒントの一つに自分の好きなものをモチーフにするというのがあり、その一例として、 カメラを取り上げていた。その他、特撮、プラモデル、ラジコンなど、ホビー関連に造形が深い。恐竜についての造形の深さでも知られ、仕事机には、祖町の化石のレプリカやティラノサウルスのプラモデル、果てには、本物のディプロドクスの尾の骨までが飾られていたという、過去にアシスタントの麦わらしいんだろうが、 翼流のイラストのペン入れを行ったところ、一別して即座に腕の関節がおかしい、と指摘したこともある。恐竜に関する関心の強さは、作品の各所にも現れ、ドラえもん大長編第1作、のびたの恐竜、第8作、のびたと竜の騎士や、本編の各所、キテレツ第100のアニメ1988年5月29日放送回 SF 短編と、 tp 本などでも恐竜をモチーフにしたエピソードは数多い。西部劇やガンマンにも関心が強く、それに関した話も少なくない。ドラえもんの伸びたには射撃の才能があるエピソードが多く描かれており、また、ドラミとタッグを組んだ後期の話、単行本24巻、ガンファイター、伸びたや tp 本や SF 短編集、休日のガンマンなどで、 本格的なスタイルの岩盤ンンたちを描いている。藤子藤を鈴木真一、角田二郎と共に 8mm カメラで西部劇を撮影したこともある。落語ファンでもあって、特に古今亭新章を好み、時には落語のネタを自作の中で用いることもあった。食の面では特に肉を好み、大根だけは苦手だった。いくつかの作品に登場するキャラクター小池さんと、 同様に好きな食べ物はインスタントラーメン、特にチキンラーメンであると語っていた。小池さんのモデルである鈴木晋一は自分よりも藤本の方がずっとラーメン好きだったと語っている。お湯をかけるだけで食べられるという点が魔法のようであるといい、旧スタジオゼロの屋上でインスタントラーメンを食べているグラフが撮影されたこともある。好きな女優は白川由美。 時はそう時代、藤子不二雄から、ひょうのタバコ屋の前に、白川由美がいるよと告げられ、慌てて部屋を飛び出して、タバコ屋まで駆けつけたが、誰もいない。タバコ屋のおばあさんに、白川由美さんがここにいませんでしたかと聞くと、おばあさんは窓ガラスのポスターを指さした。そのポスターの中では、白川由美が微笑んでいた。いたずら好きで、時はそうの住人に、たくさんのいたずらをした。 赤塚や石の森などから仕返しを喰らうことも、たびたびだったという。三人の娘、長女、土屋京美、次女、勝間たび子、三女、藤本自氏がおり、三女、自氏はかつてテレビ東京に勤務していた。娘によれば、藤本は平均睡眠時間四時間という忙しさの中でも、家族と一緒の時間をできるだけ取るように心がけた人だったという。 スタジオゼロの社長を務めた時は、社員数80人を抱える企業に成長していたので、専務が独断で、社長専用車として、中古のリンカーンコンチネンタルを購入し、お抱えの運転手も雇った。しかし、小田急での電車通勤に慣れた藤本は驚き、送迎を辞退したため、運転手はすぐに辞め、リンカーンコンチネンタルは年に数回の稼働に止まったと言う。 購入価格は300万円であったが、スタジオゼロ解散時には1、10の価格で手放している。上京した頃、当時死亡率第一位だった結核にかかったことがあったが、気力で回復したという。1986年に検査入院で胃がんが見つかる。しかし、仕事の関係者には全く話さなかったという。これ以降何かと体調を崩すようになっていた。また、 九百九十二年には肝臓岩が見つかり、当時、コロコロコミックで連載していた大長編、ドラえもん作品、のび太と雲の王国が中断、藤子プロによる絵物語、ビジュアルストーリーを掲載する事態となった。藤本は、阿ビコ、藤子藤尾と同様、手塚治虫の新しい宝等に強い影響を受け漫画家を志し、生涯を通じて、手塚を、 最大の死と尊敬し続けた。藤本は子供の頃、あびこと毎日のように書店を訪ね、刊行されたばかりの手塚作品の初版本をほぼすべて買い集めていた。また藤本は手塚の漫画を感激のあまり誰かれとなく見せて歩き、必ず相手が読み終わるまでそばにいて反応を見ていた。ただし期待通りに相手が面白がってくれないと、こいつ鈍いんじゃないのかと不満だったという。 14歳の頃、藤本は手塚にファンレターを出す。その返事として、しっかりしたタッチで将来が楽しみですと手塚から、直筆のハガキを受け取り、ますますファンになったという。藤本はそのハガキを、障害大事に保管していて、現在は藤子、F、藤尾ミュージアムに展示されている。高校卒業時には一旦就職することに決めるが、漫画家への夢を諦めきれず、 春休みを利用して、手塚治ムに会いに行ったこともある。藤本は高校を卒業して、漫画家としてやっていけるか不安だったが、手塚から、君たちならやっていけると思う、と言われたことで、プロになることを決意したという。当時を想起して、藤本は、夢のような声をかけてくれたと語っている。その頃の二人のペンネームは、手塚の足元にも及ばないとして、足塚藤を出会った。その後、 藤本と阿鼻子は憧れの手塚がかつて住んでいた、時和僧の十四号室に部屋を借り、漫画を描いた。手塚は二人のために、時和僧の敷金を肩代わりし、漫画を描くための机を残した。そのため、時和僧時代の作品は手塚が使っていた机で描かれた。この机は、現在、阿鼻子の実家に保管されている。手塚が肩代わりした金万円は、 六年かけて手塚に返済したという、藤本の初期の絵は手塚に告示した絵であった。その後も藤本は漫画の描き方の本や辞伝などで頻繁に手塚作品への特別な思いを述べており、いつか手塚先生のような壮大な作風にも挑戦してみたい気持ちもあるとも語っていた。手塚を信奉するあまり、 コロコロ初代編集長の千葉和春が手塚への批判を漏らしたところ、火が出るほど起こり、千葉を一週間近く事務所に出入りさせなかったという。1989年、平成元年に手塚が死去した際、藤本は、新宝島が世に出た1947年を思って、元号は手塚元年にしたいと思っているほどです。とまで叩いた,た。藤本は、 当初こそ、お化けの九太郎、1964年、パーマン、1966年等のヒット作に恵まれたが、それ以降の、21エモン、1968年、梅干し殿下、1968年、モジャコウ、1969年といった作品はあまりヒットせず、いずれも短命に終わった。富子スタジオも、エビハラ、タケなどの一部のアシスタントを除いて、 怪物くん、1965年、黒いセールスマン、1969年、マタロウが来る、1972年といったヒット作に当時恵まれていたアビコの方を中心に手伝うようになった。藤本はスランプに陥り、週刊少年サンデーの編集長に、サンデー作家陣から外してほしい、という手紙を送りつけるようになる。その後、 藤本に青年誌であるビッグコミックから執筆依頼が来た。藤本は自分の児童向け作調に合っていないという判断で最初は断っていたが編集者の熱心な要望によりしぶしぶ引き受けることにした。そこで描かれたのが短編のミノタウロスの皿である。この作品は編集部でも好評であり自分にもこんなものが書けるのかという 新しいおもちゃを手に入れたような喜びがありました。と語っている。そして間もなく学年誌にてドラえもん1969年を執筆し始めるが人気は今一つであった。藤本は不満げにもう少し人気が出てもいいのに、とぼやいていた。4年後アニメ化されるもすぐに終了。それに伴い編集部や スタジオ側も漫画のドラえもんの連載終了の雰囲気であった。しかし、その翌年、単行本が全6巻発売され、話題となり、続巻。1978年には1500万部をも売り上げるようになり、日本のみならず海外でも話題となるようになる。そして1979年に再びアニメ化。大幅なリニューアルが行われながらも、 現在まで続く長寿アニメとなる。翌1980年には劇場映画第一作、のびたの恐竜が公開され、配給収入15億5000万円、観客動員数累計1億人を突破する大ヒットとなる。これらの成功により人気は決定的なものとなり、ドラえもんは藤本のみならず、日本を代表する国民的作品となった。1996年、 平成8年9月20日、家族が夕飯の準備を告げると、いつものように仕事部屋から返事があった。だが、いつまで経っても食卓にやって来なかったので娘が仕事場へ呼びに行ったところ、机に向かったまま意識を失っているところを発見した。ドラえもんのび太のネジ巻きと死亡検記の62ページ目を描いている途中で、発見された時は鉛筆を握ったままだったという。 そのまま病院に搬送されたが、意識が回復することなく3日後の9月23日午前2時10分に、その生涯を閉じた。死因は肝不全であった。自身も以前から、先が長くないことを自覚していたようで、ドラえもんのびたのネジ巻きと死亡研記の大筋を、執筆前に、芝山つに教えていたり、死後の自身の作品の行方や、藤子プロの活動などに対して、 心配を寄せている内容を書いた手紙を残していた。藤子藤代は、カリツヤにて、気持ちは混乱していまして、正直言って、今朝からずっと足がガタガタ震えてて、すごく残念で、しょうがないんです。彼は大変な天才だったと思うんですね。僕なんか彼がいたから漫画家になれたようなものでね。すごく、ピュアな気持ちの男だったんですね、と語った。また、愛。 尻染そめし頃にの連載中に亡くなったことを受け、追悼として読み切り作品、さらばともよを執筆した。1996年、平成8年9月29日に、上野寛永寺で挙行された葬儀には、多くの人が参列し、出館の時には、ありがとうひろしさんと大勢の人に見送られた。大山信代は、葬儀の時に、本当のお葬式の日、ドラえもん、 のび太くん、しずかちゃん、ジャイアン、すねを、ママ、パパみんなで先生を送りたいと思いますと涙をこぼしながら語った。葬儀の日9月29日には、追悼特番として、ドラえもんのび太の日本誕生が、テレビ朝日系列で放送された。なお、不法に際して、長きにわたって、映画ドラえもんシリーズの主題歌を制作していた、武田哲也は、1996年、 平成8年公開、のびたと銀河町特急を最後に主題歌制作から外れた。小学館の児童向け学習雑誌やコロコロコミックで児童向け漫画を描く一方、ビッグコミックなどで大人向けの SF 短編漫画も多く描いた。藤子、F、藤尾の提唱する SF とは本来のサイエンスフィクションではなく少し不思議という意味で、 日常の中に非日常が飛び込んでくる内容の作品が多い。その一方で SF 短編集に収録されている作品にはハードなサイエンスフィクションの流れを組む作品も多くバラエティに富む。幼年漫画では愛眼動物的なキャラクター性のある不思議な能力を持った主人公と一緒に暮らす平凡な少年、こう一点の女の子一名。 喧嘩の強いが秋大将と腰忍着の古文という設定が多い。以下の作品は設定された世界がリンクしていることも多々あり、ある作品のキャラクターが越境して他た作品に登場したり、後日談や前史が語られることもある。その詳細は作品別のリンク先で記す。藤本は単独で中学から高校にかけて漫画少年、北日本新聞、キング、 朝日グラフなどにコマ漫画の投稿を行っていた。など多数、1968年、昭和43年から1995年、平成7年にかけて、112作の SF 短編読み切りを発表。なるけまれ漫画カッピカッピ、作曲、松原幸弘。を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。